こんばんは。今回の光る大津はフレイル予防についてお届けします。そこで大津市長寿政策課原田真由美さん、大津市健康推進連絡協議会会長藤木俊美さん、龍谷大学農学部大学院生で管理栄養士の小田垣萌さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず原田さん、フレイルについて教えてください。フレイルとは加齢によって心身の機能が低下してきた状態を言います。健康な状態と介護が必要な状態の中間の段階で、高齢者の多くはフレイルを経て要介護状態になります。フレイルは単なる体の機能の衰えだけではなく、精神面や認知機能の低下や社会性の低下なども生じることが特徴です。しかし早めに生活習慣を見直すことで健康な状態に戻ることができます。なるほど。ではフレイルにならないためにはどうすればいいんでしょうか。はい、フレイルには様々な要因がありますが、高齢になると食事量が減ってしまい、栄養低下によって心身の機能が衰えてしまうことも要因の一つです。そこで大津市では高齢者向け惣菜レシピの考案を行っています。これらのレシピは高齢者に寄り添い、地域のボランティア活動を行っている健康推進員さんと栄養学を学んでおられる龍谷大学農学部の学生さんに作っていただきました。はい、では小田垣さん、どんなレシピを考案されたんでしょうか。はい、今回考案したのはおからサラダです。普段おからは煮物に使われがちですが、サラダにすることで新しい形にしました。味付けはすし酢を使うことで優しい酸味に仕上げています。サラダには牛乳から作ったカッテージチーズを使っており、おからと合わせてタンパク質を摂取できます。はい、他にはどんなレシピを考案されましたか。はい、もう一つはホエイスープです。カッテージチーズを作る際に出るホエイを使っています。ホエイにも良質なタンパク質が多いので余すところなく使っていただけます。スープにはいろんな野菜を入れていただけるので余った野菜を活用できます。どちらも本当に美味しそうなレシピですが、どんな思いを込めて作られたんでしょうか。はい、どれも高齢者に不足しがちなタンパク質が摂取できるレシピとなっています。タンパク質は筋肉、骨、血液の材料となる重要な栄養素です。一生懸命考えたので、たくさんの方の 役に立てば嬉しいです。さて、今回のレシピの開発には健康推進員さんも協力されたということですが、藤木さんはどんな協力をされたんでしょうか。はい、高齢者の生活をよく知っている立場からレシピの考案にご協力させていただきました。味付けなどを決める際に参考になったかと思います。このレシピを健康推進員の活動の中で市民の皆様に広く紹介していきたいと思います。また低栄養予防のためには食事を美味しく食べることが大切です。龍谷大学の学生さんと思いを込めて作りましたので、ぜひ食べてみてほしいです。フレイル予防のためにたくさんの方に利用していただきたいですね。はい、大津市のホームページまた YouTube にて今回のレシピはもちろん他のレシピも載せていますので、ぜひご利用いただければと思います。皆さんでフレイル予防していきましょう。